マルチ商法、楽して儲かるなんて嘘。私の名前は佐藤愛理。中学の時に同じクラスだったエリカから突然メールが来て会いたいって言われた。待った？愛理久しぶり。エリカ元気？超元気よ。毎日遊んでばっかり。エリカは可愛い服を着てなんだか楽しそうだった。この間もハワイに行ってね、いっぱい買い物しちゃった。お金持ちなんだね、エリカ。今何をしてるの？聞いて聞いて。私ね、外国の自然派ブランドの販売をやってるの。お店で働いてるの？違う違う。こういう洗剤や健康食品を自分で買うでしょ。それを人に売るの。この洗剤お店では売ってなくて超人気。でも会員になってくれた人にしか売れないのよ。そうなんだ。ちょっと高いけど体に害がないから食器も洋服も洗えるの。これ使ったら他のは使えないよ。へえ、そんなにすごいんだ。会員になればアイリも買えるよ。会員になる？でも私よくわからないから。大丈夫、私が教えてあげるから。それに会員になったらこの洗剤を他の人に売ることもできるのよ。私がこれ売るの？そう、いい商品だから友達に紹介したらみんな喜んで買ってくれるよ。でその人がまた誰かに売ったら愛理にもお金が入ってくるの。すごいでしょ。なんだかよくわからない。とにかくこれを買って売ればお金が入ってくるってこと。無理して会社やお店で働かなくても楽にお金稼げるよ。私でも？もちろん、愛理だから紹介するんだよ。友達だし一緒にお金持ちになって美味しいもの食べたり遊びに行ったりしよう。エリカの話を聞いてるうちにやってみようかなって気になった。外で働くと失敗したり怒られてばかり。エリカと一緒なら楽しくやれるかも。それにせっかくエリカが声をかけてくれたのに断れない。ね、これ買う？会員になる？うん。アイリさん危ない。ダメダメ、いくら友達だからって話をそのまま信じてはダメ。どうしてダメなの？エリカさんがやっていることはマルチ商法と言います。え？誘いに乗ってうっかり始めるとお金をたくさん使うことになったり友達をなくしたりするかもしれません。お金をたくさん使うの？商品をたくさん買えばそれだけお金がかかります。売れなくても払ったお金は戻ってこないんですよ。でもエリカ言ってた、品物がいいからみんな買ってくれるって。みんなって誰ですか？友達ですか？あなたはたくさんの商品を売ることができますか？わからない。そういう人はマルチ商法には向きません。こういうやり方で実際に儲かっているのはごく一部の人たちだけ。エリカさんだって本当は儲かっていないかもしれません。よくわからないことには手を出してはいけません。楽して儲かる話は怪しい、危ない。気をつけて。でもエリカがせっかく誘ってくれたんだし一緒にやろうって言ってくれてるからきっとうまくいくよ。そうだといいのだけど、もしこのままマルチ商法を始めてしまったらこんなことになってしまいます。エリカの紹介で洗剤を買う契約をした。でも最初に20万円以上商品を買わないといけないらしい。私そんなお金ない。大丈夫、20万円くらい簡単に借りられるよ。借り方教えてあげるよ。これでお金借りるの？大丈夫、たくさん売れば借りたお金はすぐ返せるよ。ダメダメ、軽い気持ちで借金してはダメ。返せなくなりますよ。でもエリカは返せるって言うから私借りる。ああ、ダメダメ、ちょっとアイリさん。エリカの紹介してくれたローン会社でお金を20万円借りて商品を買った。これを買ってくれる人を探さなければお金を返せない。いろんな友達に声をかけた。ごめん、お金ないから。悪いけど。でも誰も買ってくれない。嫌そうな顔をされるばかり。一人だけ買ってくれる友達がいた。小さい頃からの友達のなっちゃんだ。
いいよ、お金ないけど買う。本当？お金ならすぐ借りられるよ。じゃあ借りる。愛理ちゃん嬉しい？うん、売れた。お金が入る。愛理さん、本当にいいの？え、夏さんは大事な友達なんでしょ？あなたのためを思って買ってもいいと言ってくれてる。そんな友達に借金をさせてまで売りつけていいの？よくない。ダメダメ、私ダメだ。そう、よく気づきましたね。友達を巻き込んではいけません。うん、友達に嫌な思いはさせたくない。でもエリカにはもっと買うように言われてるし、どうすればいい？エリカさんがそんな風に言うのは、エリカさんも本当は困っているのかもしれません。たくさん商品を買いすぎてしまってお金が足りなくなったのかも。じゃあ助けなきゃ。そう、エリカさんを助けるにはまずアイリさんがマルチ商法をやめることです。アイリさんがやらないとはっきり断れば、エリカさんもやめる気になるかも。でも私、どうやってやめたらいいかよくわからない。そんな時は一人で悩まないで味方を探すの。味方？家族、先生、友達、施設のスタッフ、自分が一番話しやすい人に相談して、きっと味方になってくれます。なってくれるかな。アイリさん、相談するのも勇気です。自分のためにも、お友達のためにも、さ、勇気を出して。うん、話してみる。もし友達や知っている人にマルチ商法に誘われたら、断るのも友情です。大事なものはお金では買えません。変だな、困ったなって時は一人で悩まないでね。誰かに相談するのも勇気です。まずはお父さんやお母さんや家族、先生や信頼できる人に相談してね。誰に話していいかわからないとき、自分たちだけでよくわからないときには千葉市消費生活センターに相談してね。043-207-3000。あなたの味方がきっといるから。悪質商法になんか負けない。